ヘルソン州ノーバカホフカにおいてウクライナ側として活動しているパルチザンによると、ロシア軍がノーバカホフカからロシア側が指名した占領行政赤係者などをすべて連れ出して、後方に退避させているとした報告を上げているみたい。ヘルソン州のドニプロ川東岸では、ロシア軍がヘルソン市の対岸にあるオレシキーを放棄したとの情報もあり、東岸で塹壕を掘るなど防御陣地を構築していると伝えられている中、少しずつ後退しているのではないかとの見方が広がっているよ。後退を余儀なくされている状況でも、まだ続けるのかな。もう引きなんてあるわけないのにね。そうだね。さて今回は、ロシア軍がヘルソン州のノーバカホフカを放棄したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。一時はドニプロ川河口にあるキンバーンサスからの反攻をウクライナ軍が考えているとされていたんだけど、河口のドニプロフスカ湾を含めたムイコライウ州を、ウクライナの穀物輸出のための穀物回廊に含める交渉が進められていることから、軍事作戦を実施するのは困難と見られているよ。ウクライナ軍は以前よりドニエプル川東岸に展開するロシア軍が川沿いの拠点を放棄して、15km から20km ほど内陸に後退しているとの情報を明らかにしていたが、現地のパルチザンはロシア軍がノーバカホフカから占領行政の関係者、ロシア軍の協力者、新ロシア住民などをすべて連れ出したと報告していて、このことを裏付けるような情報はないものの、ドニプロ川東岸でロシア軍が放棄したことが報告された拠点はオレシキーに続いて二つ目ということになるな。ノーバカホフカはヘルソン市からドニプロ川を 60km ほど遡ったところにあり、巨大なダムと流れ込み式で 357MW の発電力を持つ水力発電所を有し、ドニプロ川にある6つ目のダムで下流域では最後のダムで、水深が深いことからカホフカは港湾都市でもあり、ダムには大型船が通過するための港門などが設置されているんだ。このダムによるカホフカ貯水池からの水は、クリミア半島の水源として利用されている北クリミア運河など複数の運河を経由し、ウクライナ南部とクリミア半島北部の広い地域の灌漑も目的とされているよ。ダムは1950年9月に建設が開始され、最後の発電機が設置されたのは1956年10月とされ、周辺地域に電力を供給しているみたい。2022年2月24日にロシアがウクライナへの侵略を開始した際には、すぐさまロシア軍に占領されていたけど、夏以降に一時はムイコライウ州にまで押し込まれていた戦線を、ウクライナ軍がヘルソン州内に押し戻すと、ロシア側がカホフカ水力発電所のダムを破壊して下流域にダメージを与える作戦を立案している可能性が伝えられるようになり、注目を集めて戦略的な要衝となっていたんだ。10月20日、ウクライナのゼレンスキー大統領は国民向けのビデオ演説で、カホフカダムが破壊されるようなことがあれば、下流域に大洪水を引き起こることになり、大量破壊兵器の使用に匹敵する被害が生じるとして牽制し、ロシア側が自作自演する偽旗作戦によってダムが破壊される可能性を示唆していたよ。水の力ってセイマジーもんね。ゼレンスキー大統領が懸念するのも頷けるよ。ドニプロ川西岸地域に展開していたロシア軍が、川伊東への撤退を進めていた11月6日、ロシアの国営タス通信はウクライナ側のロケット砲、ハイマースの攻撃によってダムの水門が破壊されたと報道し、ウクライナ側がダムを破壊しようとしているとして非難しているよ。ロシア軍がドニプロ川東岸に撤退を完了したとされる11月11日に、カホフカダムの低調部にある自動車道がロシア軍によって破壊され、貯水池から水が溢出していることが確認されたが、今のところ決壊するような心配はないらしいね。ウクライナ軍が南部ヘルソン州のロシア軍を劣勢に追い込んだ立役者の一つとして、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースの存在が挙げられているよ。ハイマースはアメリカ軍が旧ソ連多連装ロケット砲システムマースの一種で、かつて東西冷戦時代に、旧ソ連を盟主として東欧諸国が加盟していたワルシャワ条約機構軍では、ソ連軍伝統のドクトリンとして、圧倒的な数の戦車を前面に押し立てて、
これまた大量の榴弾砲などの重火砲の援護の下で敵を圧倒する機甲戦を展開する中、アメリカ以下の北大西洋条約機構 NATO 加盟国が保有する全ての戦車を合わせても、東側諸国が保有する戦車数に対抗できないとされていたんだ。そのことを懸念したアメリカ軍が、広範囲の戦場において短時間に多数のロケット弾を打ち込み、東側の戦車の動きを止めるために開発した兵器がマースってわけ。アメリカ軍が開発した M270 は、227mm ロケット弾なら6発、長射程精密誘導ミサイルのエイタクムスなら1発を搭載できる、ランチポットと呼ばれるコンテナ型の発射機を2機搭載したまま移動することができ、それらを約 4.5 秒の発射間隔で発射でき、前弾を発射し終えると次弾が装填されたランチポットを積み替えるだけで約8分後には再び発射することができるんだ。ただ、戦車の突撃を阻止する火砲としては非常に有用な存在でありながら、その車両重量が25トンもあるため、その輸送においては長い滑走路を必要とする大型輸送機でなければならず、世界各地に緊急展開する必要があるアメリカ軍にとって運用が難しい欠点があったんだよね。そこで、アメリカ軍は FMTV 中型戦術車両ファミリーと呼ばれる5トンほどとされる軽量の6輪駆動タイプの車体に、マース用ロケット弾発射機ランチポット1機のみを搭載するハイマースを開発して、短い滑走路などでも離着陸可能な中型輸送機で空輸可能なマースとして装備を進めていたんだ。このハイマースは 90km ほどの射程距離を持つ GPS 精密誘導のロケット弾を発射することが可能で、ウクライナ軍はこれによってヘルソン州では、ドニプロ川に架かる3本の橋をピンポイントで攻撃するなどロシア軍の後方の補給路を断ち、後方兵站集積施設を破壊してヘルソン州のロシア軍を弱体化させたってわけ。しかし、現在ウクライナ軍が奪還したヘルソン市はドニプロ川東岸からロシア軍の榴弾砲の射程内にあり、ウクライナ側は市民を避難させるなど、対応に苦慮しているね。そのウクライナ軍に対して、アメリカ国防総省が射程 150km を誇る小型精密誘導爆弾を提供するとしてロイター通信が報じたみたい。それによると、この小型精密誘導爆弾はアメリカのボーイング社とスウェーデンのサーブ社が共同開発したもので、正式にはグラウンドローンチとスモールダイアメターボム GLSDB 地上発射型小直径爆弾と呼ばれているもので、ロッキードマーティン社製の 227mm ロケット弾 M26 のロケットエンジンに、ボーイング社が開発した航空機搭載用の誘導爆弾 GBU-39BSDB 小直径爆弾を組み合わせたもので、サーブ社が接続部分の開発を担当しているとされているよ。精密誘導は全地球測位システム GPS と管制後方装置 INS の組み合わせで行われ、命中精度 CEP は3メートル以内と極めて高く、ハイマースや M270 などのマースからの発射が可能なんだって。M270 の発射装置ランチャーは前方の目標への攻撃しか実施できないが、GLSDB は発射された後に空中で GBU-39BSDB 小直径爆弾が切り離されるために、車体の側方や後方など全方向の目標に対する攻撃が可能とされているんだ。戦略の幅が広がりそうな爆弾だね。ウクライナ軍では以前よりゼレンスキー大統領がハイマースや M270 から発射可能で、最大射程距離 300km とされる MGM-140 エイタクムスアーミータクティカルミサイルシステムの供与を望んでいるんだけど、アメリカのバイデン政権はウクライナ軍がロシア本土への攻撃が可能になることで、ロシア側を刺激するとして提供を拒んでいるんだけど、射程距離が 150km ある GLSDB であればロシア軍のかなり後方まで攻撃を加えることが可能となり、これまで以上に後方兵站を撹乱する作戦を取ることが可能になると見られているんだ。アメリカ軍においてはこの誘導爆弾 GBU-39BSDB 小直径爆弾と、227mm ロケット砲 M26 の在庫については豊富にあると見られ、GLSDB は2023年春頃にウクライナ軍に供与される可能性があるみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。